今回は2を汎用型の重装防御型ですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。でまずは八坂にの勾玉を使って縦なしの5つ備えと西国の4つ備えですね。西国の4つ備えを使って火力の上乗せをしてあります。でなおかつ近接のオプションが開きますので武器は何でも装備していける感じですね。でこちらの方が小物ですね。こちらに属性ダメージの軽減や飛び道具のダメージ軽減のついている小物をゲットしますと飛び道具と属性ダメージのカット率が 100% 超えとなってきます。まずは盾なしの胴体とあと頭ですね。こちらの方には飛び道具の非ダメージ軽減が普通に打ち直しでつきますのでコテと灰盾とスネ当ての3箇所に継承で飛び道具の非ダメージ軽減を持ってあります。でこの持ってある飛び道具の非ダメージ軽減が 10% オーバーですね。こちらの方をアイオードマックスでプラス 3% されますので全箇所に持っていって小物でブーストすると飛び道具の非ダメージ軽減のカット率ですね、こちらの方が縦なしの 20% と小物もさらに加わりまして 100% を超えてきます。で属性ダメージ軽減の方は胴体の方に属性ダメージの非ダメージ軽減ですね、こちらの 16% 台が打ち直しでついてこちらの属性ダメージの非ダメージ軽減は継承のオプションがありませんので胴体限定ですね。それとこちらの小物の方に2箇所ついてくれれば盾なしの属性攻撃の非ダメージ軽減ですね、これに称号恩恵ですね、こちらで属性攻撃の非ダメージ軽減を上げていけばこちらの属性攻撃の非ダメージ軽減ですね、こちらの方も 100% を超えてきます。あとは防御型ということで胴体に包囲状態の HP 自動回復や防御アップですね、あと頭にもアムリタ吸収時に HP 自動回復や防御アップなどをつけて生存率を非常に高めてあります。全身に重さの軽減をつけていけば5に振るステータスは30中盤ぐらいですね。30中盤ぐらいから40ぐらいでだいたい素早さ B の 70% 以下まで落とせます。こちらの方が状態の今回小物のオプションに1枠属性ダメージカットの 16% がついていないのでこの状態では 87% ですが小物の方に属性ダメージカットもつきますとこれが 100% を超えてきます。で飛び道具の方は2箇所飛び道具カットのオプションの小物がついていますので 116% とこちらも 100% を超えてきています。ですのでこちらの防御型の盾なし装備ですね、こちらの方は属性と飛び道具のダメージカット率が 100% 超えで非常に生存率も高くかつ重装メインということで眼鏡も防御力の非ダメージカット率ですね、こちらの方も非常に硬くなっており防御型として生存率が飛躍的に上がるかなと思います。かつ近接の必要のオプションですね、こちらの方が1枠空きますのでメイン武器としてお好きなものを1箇所装備していけます。今回は2を汎用型の重装装備防御特化ですね、こちらの方を紹介していきました。